ね、聞きたいところですけどね。まあね、ちょっと今、緑茶に変えましたけどね。まあ、先にね、ちょっとね、初夏の事情でね、ドレカミンをね、バカほど飲んでるんでね、血糖値がやばいことになってましてね。まあ、ちょっとね、利尿作用の高い緑茶もね、合わせて飲みながら。いやー、糖尿病うまさかりですね。なかなかね、若い時と違ってね、これぐらいの年代になってくるとね、この手の飲み物ね、大量飲みはね、来るんすよ。ね、きっとね、今ね、若者ね、いっぱい飲んでると思うんですけど、本当に上がってる時キャンペーン終わってるんだっけ？え、いつまで？え、いつまでだっけ？なんかシールがある、なんかたまたまシールがあるんで、何かなと思ったら、ね、あれですけどね、もう今回ね、スバル絡みですからね。ということでね、さあ、4月の動画を見ていきましょう。さあ、4月はどうなるのかっていうと、こっちの方から見た方がいいか。4月は、よいしょ。こんな感じ。投稿本数ちょっと落ち着きましたね。毎日投稿やってなかったか、この頃は20本ということで、5993再生。まあね、ドンとね、例のやつが、一発ドーンと入ったのがね、なくなったとはいえ、実は、その前の月からは増えてるということで、実はちょっとアプレージが増えてるっていうのは非常にありがたいことでございましたというところでございますね。まあ、これの原因の一つは、まあ、一発で1位にね、上がってきてるのか、ちょっと別のやつになってるっていうのでもわかるかなと思いますけど、三脚カメラのね、やつが、ドーンと600再生入って、で、三脚鉄道もまだ400再生ね、まあ、勢いが落ちましたとはいえ、400再生ですから、言うて他の動画で と比べても再生数はありますよということで。で、静岡のやつが、ここで、3位にいますけど、実は全体的にはこの辺りとかの再生拾ってきてるので、350再生、48再生ありますよというところになってきていたりするという感じですね。動画再生時間とかも、まあ、200時間を超えてきてますしね、というところですね。まだ要因があったかなという感じでありますね。で、見ていくと、一発ドーンと伸びてるの。これが、この三脚のね、動画ですね。これが、600再生ぐらい稼いでくれたんで、これがどんどんあって、っていうことで、ショートですね。で、古い動画のやつがトントンと収まっていくことを追って、なんかしらけど、この動画が、なぜかここに来てね、上がってきてるっていうね、マイノーティエクササイズ。これ、一応フルテロップつけたやつですよね。あれ、だから意外と伸びてるっていうね、これも。やっぱフルテロップ大事なのかなっていうのは思いますね。選挙区行ってますもんね。視聴人数が高いよね。52ありますもんね。ね、ちゃんと伸びてますもんね。ありがたいところでございますね。というところとかがあったりしますよ、と。いうのとかがあったりするのかな。傾向としてはこういう感じかな。っていうところですよね。で、まあ、こっそりと、このエスカレーターの動画ね、これがまた、後々ね、大事なところになってきますからね。4月はでもまあそんなもんか。4月と5月は一緒にしちゃってもいいのかな。っていうところがあったりしますね。5月に入ってくると、ここからちょっと、また変わってきます。一つ時代が、の転換点になりそうな時期に入ってきますよと。5月大きい。その前4月の動画、何が上がってるんだ。結構、エアドリが増えてるんですね。いや、トイン来てなかったね。これ古い動画ですけどね。2021年のアプリになってますけど、昔撮ってあったやつの蔵出しですね。2019年に撮影行った時のやつですもんね。東舞鶴の、やつですから、そうですね。で、ステラジが上がって、結構、これも、古い動画、2020年ぐらいに撮ったやつじゃなかったかな。両親の、あるやつ。これは確かアフレコですよね、珍しく。で、やったやつ。で、ステラジとかってことです。意外とコンテンツの増やしにはちょっと苦労してた時期ではありますね。で、一人暮らしに役立つ。これね、役に立つ情報だったんだけどな。あんま伸びてねえんだよな。これは伸びてない。20再生。本当に再生入ってないんだけど、ね、これね、
一応元八百屋さんなんでね、一応ね、青果部門ね、農産担当やってた人間なんでね、意外と役に立ったこと言ってるんでね、よかったら参考にしてほしいなと思いますけどね。いやー、これは全く飲めなかったね。とかがありましたね。あと何あげてた？だから、部屋取りにだいぶシフトしようって言って、この基本もう車の、2021年は、なるべく車を使わないっていうね、いうのが一つテーマになったんで、143位のね、この動画は逆に伸びてるはず。ね、120再生ですから。今も再生入ってるね、これ。こんな感じでぐーって再生が入るんでね、面白いですよね。うん。っていうのがあったりします、やっぱ。いうぐらいかなと。これ、あ、そうだ。これのね、リバイバルはね、途中でちょっと、別動画を作成し始めて、すっかり忘れちゃってましたけど、ありましたね。くらい立場もね、そんな感じでやってましたねっていうところだったりしますと、いうところですね。そんなところかな。赤毛の動画もくまんま伸びてたよね。180。あ、こっちの方伸びてるんだ。やっぱ登録者にもつながってる。これね、結構コメントで、入ってくれてるお客さんとかが多かったんでね、結構やっぱそういうところからあると、登録者数のね、やりみたいなの面白いですよね。この左右にクイッて伸びてるの面白いですね。ちょっと、リピートで見られてるっていうことですね。とかがあったりとかっていうのが、まあ今後もまあそれなりにデータが取れるっていうのは面白い、ところがあったりしますと、いうのがあったりしますね。で、あとは、ですね。まあ、この時期はちょっといろいろ喋る動画とかもいろいろと出しながらっていう感じでございました。まあちょっとコンテンツはちょっと寂しいよね。うん。ですけども、まあ意外と引っ張ってくれてるのもあったりして、よかったなっていう感じが4月でしたよと。結局4月で1本か。